あれ人探す、人探しやってるのかな。ちょっとあれ人探ししそうな気がしてるので、誰でも出れるんじゃないんですかね。まあ、ただ相当ハードルは高いですね。あのちょっと出たいなと思ってる人はあのマイクロマウスとかそっちからチャレンジするといいと思いますけど、あもしくはあれですね、 GPS ロボットカーコンテストもあれも楽しそうでしたね。今年はですね、あのもう少ししたら皆さんにお知らせできると思うんですが、ちょっと年末に向けてとあるプロジェクトが今極秘に進行しておりますので、あれもなんか、あ、ん？あれはなんだ？これかっこいいですね。かっこいいですね、あれね。はい。そうですね。月面にそうですね。1720番ですね。あ、アルマジロのマークが入ってましたね。ステレオっていうか何でしたっけ、あの、マイクロソフトのあの、な、あのデプスセンサー、そうそうそう、それそれそれ、キネクトついてましたね。キネクトついてるやつも結構いましたね。わかんない、それかもしれない。その今コメにあった、アススのやつかもしれないですけど、これはどっちだろう。
はい、突然ね、今ここロボット率が上がりまして、1、2、3、4台かな、はい、4台もロボットが突然集合してしまいまして、じゃあちょっとこの辺と一緒に、この辺の皆さんと一緒に帰りましょうかね。そうなんですよね、あのボディの材質的にはあれなんですけど、ちゃんとねサイドにねマーキングしちゃったりがしてかっこいいです。ちなみにここから橋までの間にもう3台マシンがいますからね。そうですちなみにこれ今 再走行ですか。いや、これ乾燥したのでその後の時期なるほど、でデータ取りをしている感じ。こんな感じです、はい、これは GPS と上に乗ってるのは レーザーレンジファインダーけども、ちょっと今回 GPS 使ってないのでレーザーレンジファインダーだけで、はい、前はウェブカメラです。じゃあ今回は人は探してない。そうですね、あくまで乾燥、今まで乾燥できたことなかったので。あ、じゃあ今いろんなことをやめてとりあえず乾燥をしようと。来年は多分人員探査とかやる予定。来年は探査も、探査もやる予定は。なるほど、はい。やっぱりあれですか、人を探そうとかそういうのをするとやっぱり乾燥率はかなり難しい感じになります。そうですね、人とか探すなんかルートをこういろいろ自動で変えなきゃいけないので、はい、そうなると結構難しいですね。今どうやって自分の位置を測定してるんですかって質問なんですけど、ですね、練習走行の時にですね、レーザーレンジファインダーで、周囲を測ります。でそうするとレーザーの反射で、周囲がどんな感じになってるのかっていう壁情報がですねマッピングで作れるわけで、最初に地図を作るんですね。で本番走行の時にもう一回周りをレーザーで測ります。こんな感じの反射なんだけど、過去に似たような反射の場所はあるだろうかって言って、自分の、持っているマップの中でですね、似たような場所を探すわけです。そうすると、ああ、だいたい多分ここにいるわっていうのが分かって、で、走り出すと。できるらしいです。っていうのが、どこだったっけな。防衛大さんか。防衛大さんがですね、他校に、九州大学さんかなに、マップデータ提供したって言ってたので、はい、でただやっぱりセンサーのついている高さとかが違うと反射の形も変わってしまうので、九州大学さんと防衛大学さんのセンサーのついている高さだけは同じ高さにして、でマップデータは使い回しができるようにしたって言ってましたね。大丈夫？大丈夫。
願いします。カメラの前横切ってもいいかと聞かれました。 NV さんのカメラは横切り放題なのでどうぞどうぞという感じなんですが、はい、下りの方が実は膝つらかったりするっていう。あの青いのはイケメンではない。イケメンはあっちの青いのですね。あっちが顔ついてるやつです。あ、これね、手ブレ補正効かせすぎてるとね、追えないんですよ。よいしょ、ちょっととりあえず、はい、手ブレ補正効かせてると、あの動かしてもですね、動かしてもですね、手ブレ補正でキャンセルされてしまうので、はい、よし、入ったなと思って止まるとですね、あのまだあの今度止めたっていう動きをキャンセルされてしまうので、余計に動いちゃったりと、なかなか手ブレ補正も困ったもんなんです。よいしょ、よいしょ、ああ。はい、やっぱり日が陰ってきて一気に気温が下がってきていますね。ドロー、ね、もうね、横断してるチームないと思うので、はい、どうしようかな、ジャンバー取ってこようかな、持ってた方がいいかな。ちょっとね、一応まだ1時間ぐらいなので、ね、ジャンバーも取ってきます。 2,3 分お待ちください。直せない。ああ、じゃあ、オーダーフォードは。
はい、とりあえず戻りました。よいしょ。閉会式が始まっているぞ。閉会式始まっちゃった。でもう一つ、仕込み屋大学の研究室の方がですね、まあ4人の短冊大賞を見つけて、横断歩道を渡らない方の B コースを完走、2000メートル完走して課題達成、合わせて3台のロボットが課題達成でございます。後ほど市長さん、技術交流会でですね、市長さんから市長賞を出してもらうように連絡をしてもらってるはずですけど、私としては市長さんに来てもらいながら市長層を、今回いらないんですよってことを言わないで済んだので大変ホッとしてるっていうか嬉しく思ってるところでございます。で、あとはですね、個別にはこう見ていただくことにして、しかも、この情報は明日以降なるべく早くホームページに上げるようにいたしますので、その確認をしていただくことにして、まず、自立走行のマイルストーンはですね、マイルストーン1というのは、この確認走行区間を出るところまで、それを達成された、ロボットが10台、そこを超えて、マイルストーン2というのは 1km 地点までですけども、自立走行が、それで確認され、自立走行がされたロボットが11台。それから、マイルストーン3というのは、戻ってきて横断歩道を渡らない 2000m を、完走されたチームが8台、マイルストーン3はですね、マイルストーン4はですね、横断歩道を信号を見て渡って 2000m 完走されたロボットが、3台という数字でございまして、実はそれだけ合計すると32台なんですね。危険も含めて全部のロボットに対して半分でございます。というわけでですね、実は逆にその、半分のロボットは、まあ、危険も含めてですけども半分のロボットは確認走行区間を走ることはできなかったということになっているわけで、大変難しいんです、これが。むしろこれは難しいということを再確認したいというふうに思います。ちなみに昨日まで、ね、確認走行が、できて認定されたロボットは41台でしたので、確認走行で確認走行区間を自立走行ができたけれども、まあ今日はそこまではいかなかったというロボットも何台かいたというようなことでございます。でそれから探索対象についてはですね、ここに発見した探索対象数というのが書いてありますけれども、4人の探索対象を見つけたロボットが3台、3人見つけたのが1台、2人見つけたのが4台、1人見つけたのが2台で、まあ少なくとも1人は見つけたというロボットは10、合わせて10台ということになります。いろんな具体的なその事例についてその報告が来た中でですね、ロボットは探索対象を見て明らかに見つけていたんだけど、探索対象まで行く間に前にロボットが通ったり人がいっぱい通ったりして何かしら見失ってしまったみたいですとか、そんな話があったりもしましてですね、むしろ画像でちゃんと見つけるという課題もだけど、動きながらきちんと見つけてそれが確認できるというようなことが、その移動ロボットにとってものを見つけるということなんだなと改めて思った次第でございます。というわけで結果としてはここに書いてある通りでございますけども、
まあ満足されてないチームの方が実際は多いだろうと想像しますが、リアルワールドでちゃんと動いたということを互いに、その健闘を称えたいというふうに思います。例えば日差しがあって日陰ができたり太陽光が入ったりして画像にとってはしんどい環境でしたとか、あるいはそこの、スロープから上がってくるところに放置自転車というか違法駐車の自転車があって通れなくて涙を飲んだとか、リアルワールドっていうのはいろんなことがあるんだなという改めてのそういう経験をする本投稿でございました。皆様ご苦労さまでした。デザイン長ありがとうございました。皆様本日は大変お疲れ様でした。以上で記録発表は終了となります。この後17時からセンター広場の大倉フロンティアホテルつくば3階大宴会場ジュピターで技術交流会を行います。参加チームの皆様はぜひご参加くださいませ。この後17時からセンター広場の大倉フロンティアホテルつくば3階大宴会場ジュピターです。皆様お待ちしております。よろしくお願いいたします。もちろん実行委員の先生方もぜひご都合がつく限りご参加いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それからスタッフの方も余裕がある限りよろしくお願いいたします。はい、伊藤先生ありがとうございました。私は撤収がありますので、じゃあちょっと撤収準備しましょうか。よいしょ。こういうシニアカータイプは見ませんでしたね。スタート地点でしか見れなかったですかね。あれなら私乗って、これはもう見た目的にはもうあれですよね。ああ、もうロボットって感じの。はい。はい。よいしょ。あと、例のあれって言わない。土浦の機体いるかな、見ます。土浦の機体オール型はないですね。見たいです。